は NEXCO 東日本です。午後4時10分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに7号小松原線上り方向の情報です。都心環状線神田橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで5キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き京葉道路木更津方面へ走行中の方にお知らせします。船橋インターの先船橋料金所付近9キロポストを先頭に交通集中のため渋滞しています。次に故障車のため19キロポスト付近の千葉東ジャンクションを先頭に25キロポスト付近の神奈川インターまで2キロほど渋滞しています。京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実装です。